おいっすプライムです。こんにちは、宮です。なんと今日やるのが、はい、あ、なんか聞いちゃったけど、いや、これあのまあデモです、ね、デモ超魔界村、超魔界村やりましたね。バーチャルコンソールバージョン、俺ほんとちっちゃい頃にやって、うん、ちっちゃい頃やっぱこんな難しいゲームクリアできるわけないんですよ。そうなんだよね。でいつもこの一面だけやって負けて負けたらやめてを毎日毎日繰り返すっていう、そんな日々を過ごしてたんだけど。楽しかった。楽しかった。あ、ね、面白いんだよね。面白いのよ。ただクリアはできないのよ、絶対に。絶対に。あ、プレイしてないのに負けた気になっちゃうけど、ちょっとやってみますかね。大人になってね、はい、改めてやると全然クリアできるゲームもあるから、はい、ちょっとその流れでやってみようと思います。はい、じゃあとりあえず俺から、ミヤからやります。負けた交代でいく？負けた交代で。じゃあ、うん、じゃあゲームスタート。これ9期まであるから。あ、いいね。余裕がある、ね。余裕がある。主人公アーサーって名前ね。アーサーか。このオープニングもなんか怖かったんだよな。なんかオープニングね、当時レッドアーリバーが襲ってくるっていう、うん、俺もね昔やり込んだからよく知ってる、うん、クリアした？クリアしましたね。でもバーチャルコンソールだから保存してみたいなことで。ああ、なるほどね。クリアした気がするから。大人になってからってことね。そうだね、大学生の時にめっちゃやり込んだ大学生の時やるよね。あ、いいね、懐かしい。じゃあ飛ばしてみます。斜面まである。あ、ここをね、ここ飛ぶとね、これが出てくる。すごいね。あ、これがもう最強武器なんで。最強なの。3つまで出せるんだけど、うん、すごい早い、出が早いから、うんうんうん、手数がね、手数がね。あ、これあの一番難しいやつになってるからマジでめっちゃ湧いてくるから。マジで早いな。そしてやっていきましょうかね。やっていきましょう。マリオみたいに途中でこのゴゴゴゴゴって上に来てさ、うん、でその下の方をさ、ドクロがいっぱいあるのがすげえ怖かった。あー、確かにこれ子供にとっては怖えだろうな、うん、すげえ不気味じゃんって思いながらやってた。あ、で、はってこの中入んのね。ね、入っちゃってね、あいつがいて、もう初見殺し、もう初見殺し、あ、いらないあ、でも松明もね、面白いんだけどね。そうなんだ。あの下はわーって燃やすだけなんだけど、ね、これ手に入れちゃうと思うね、うん、仕込みかっつうぐらいいい感じに出てきたけど、いやー楽しいわ。松明のあのボコボコボコっていう時の音は気持ちいいけど、あ、地面に当たった時のボコボコボコ、そうそう、ボコボコ、やばいなこれ。どうしよう、あいつが出てくると困るんだけど。ギギギギ、よーし、ここら辺でチェックか。まだかな。いや、これが怖かったな、ね、これ入っちゃうの。ね、逃げ切れねえっていう。宝箱ある。宝箱切れた。このしゃがみも中心大事だった。懐かしい。これレーザーになるんですよ。ああ、懐かしい。よくノーダメージでここまで来れました。これ何、この後ろに立ってるさ、よくわかんない。よくわかんない。魔界。よくわかんない。魔界たる。魔界っぽい。ああ、これ落ちてくるの。苦手なんだよな。これ難しいんだよね。オーナーは入れない人みたいな。すごい。やばいんだよ、ね。時間もあるからさ。本当だ。しかも割と短いね。あ、やばい。わあ、うわあ、一気に裸になっちゃった。これが、ああ、そうか。これが魔界です。いや、ちょっと俺初めてだから、初めてっていうかさ、久々、ね、久々どっからだ、何十年ブランク。あ、最初からだ。とりあえず左ピョンってとこ、うわ、左にその木のところピョンって人に飛んでると二段ジャンプとか、そうそうそうね、出てくるからあ、いらないけど、まあ好きにしてください。一旦こっちとこれでやってみる。はい、これ使うともうね、他の武器使えないんだよね。 あ、そこはもう出てくる。もうダメ、もうダメ。なんか今のゲームってさ、ジャンプした後も結構修正効くじゃん。修正できないんだよこれね。難しいんだよ、もう飛んだら最後だからね。でも、あ、やり懐かしい。面白い。しゃがみ打ちがやっぱり重要になってくるんですよね。てことはさっきのさ、うん、あの何、あの炎のやつ、炎の長いやつをこれだと倒しやすいんだよね。確かに斜め上やってジャンプしなくていいから。そうそうそう、威力が低いんだよね。
お、俺もね、ちょっと癖があるよ。癖が強い。このおおすごい。コーミング効くんだけど、うん、1回しか投げられないのね。あ、なるほどね。だから。じゃあおお。もういいや。あっという間に裸になっちゃうんだからもう。これはタイマーつけていきます。ボコ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 。やばいなこれ。結構難しい。やっぱ難しいぞこれ。プロフェッショナルはやめとくべきだったか。おお、いいね。ボコボコボコ。あ、ちょっと。ボコボコボコ。ボコボコは気持ちいい。バカ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 。この辺に宝箱がないかな。あるの？あったと思うんだけど、ちょっとね、いい位置も、あ、そっちか。そっちかーい。あー、おお、なんだ？赤ちゃんになっちゃう。あの、なんか。時間。あの、飛べるんだけど、こう、赤ちゃんと、なんだっけな、お姉さんとかになるんだっけな。あ、そうなの。おばさんとかが、女の子になっちゃう。女の子になっちゃう。赤ちゃん。おー、危ない。一面、あっけなく死んじゃうからな。すごい難しいから。鎧が欲しい。鎧だったんだ。なんかね、順番なんだよね、武器と。あ、そうなんだ、決まってんの？武器、鎧みたいな。で、たまに、あの、魔法使い出てきて、やばい。おー、よっしゃ。ペロピブ。ここが苦手でも、超えれば多分中間ポイントで、あのプライムさんには負担かけないので、次に行けると思うんだけど。あ、敵がね、脇が難しいよね。湧くのがすごいから。これもタイマー取らないといけないじゃん。やばい、時間があと2分半しかない。よし。よし。あ、松明は、あの、直接的にぶつけるとね、うん、あんまり威力ないんだけど、あ、やっぱ地面に、地面に燃やさないと。いや、難しいな。難しいぞ、やっぱ。やばいよ。グダグダになる。もうこっちでこっちでいいや。一回、スタンダードで。スタンダードです。で、落ちるときはそのまんまなんか自由落下しちゃうと、うん、あの、下に、真下に落ちちゃうから。あぶねえ。しゃがみ打ち重要。しゃがみ打ちを制す者がこのゲームを制すと言っても過言ではない。いけいけ。おー、かっこいい。かっこいい。単純に威力が上がるんで。でも数出せないんだね、これも。そうだね。だからやっぱあの、お、あ、剣になった、短剣になったから。こっちの方がいいか。3発出るからこっちの方がいいね。威力も強いしね。お、進んだね。あ、ちょっと、あ、何も言わない。大丈夫だよ、大丈夫だよ。そこ上行ってさ、で、あの、敵にないタイミングで右にピョって降りて左、あ、いいのか。いや、もういらなくない？いや、あの、もう一段階あるんだよね。え、何？アーマー？アーマー。あ、ほんとだ。で、溜めて、出すとドラゴンが出るから、あいつが。かっこいい。あ、でもこれも、あれかな？決まってんのかな？軌道。よく覚えてない。ただね、軌道決まってんそこでドラゴン打てば、あれかな。あ、で、ちなみに盾もあるから、おお、あ、そうだ、やってる最中無敵だから、それを利用するのもありだね。なるほどね。で、今、あの、立ってるとさ、盾あんじゃん。うん。そこに敵の攻撃当たっても、盾が破壊されるだけですっていう。なるほど。利点があるんですよ。いや、これは、こりゃいいな。こりゃええわ。あ、やばいやばい。危ない危ない危ない。もうここで出ちゃうとね、どうしようもない。え、なんでなんで？普通に立ってるだけでよかった。おお、うん、ぶしゃがんでしゃがんで。お、あ、で、盾が良くなる。ほんとだ、どんどん強くなっていくじゃん俺。すごいね。
サクサクじゃねえ。サクサク。若い村クリアしたな、これ。クリアできるかな。破壊しじゃねえ。これでもさ、この状態でなんか食らったらさ、バシャンってなっちゃう。もう台無しだよ。1に戻る。それがなんか儚いんだよ。これがもう。あ、もうこれはこうやって出てくるじゃん。ね、これがプロフェッショナルだよ。難しいよね。お、うまい。よし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 。さすがドラマー。いいぞ。ドラマーだわ。そこ超えればね、初見同士。あとは。いいね。おい、ジャンプしても。攻撃していくといいか。どうしたらいいの？あ、いいよ、はい、そうなんだ。で、これでチェックポイント来たから何も言わない。もうチェックポイント来たの？これ来たよ。何も言わない方がいいかな。わかった。おお、さすがすごい。あ、で、多分じっとしててもそれ食らうけど盾が壊れるから。これ時間波？そんなことないか。いや、場所、あいつもタイミング見てるな、これしないと。だから自由落下するって言うたやん。あっけないな。まあね、ここまでいっちゃうとね、もう、ま、あ、嘘、あ、最初からさ、あれ、あ、超えなきゃいけないのか。あそこ超えなきゃいけないのか。そっか、いい感じだったのにな。絶妙な位置。しんどい、しんどい。あー、あ、でも、ね、大丈夫、大丈夫。違うんだよね。これな、あ、そうなっちゃうんだ。残念だ。色違かったやん。元に戻るんかい。俺これだと思って買ったのに。着てみたら全然違う。全然違うじゃん。全然違う。見た目が違う。性能も色が違うもん、そうそうね、性能どころか。君、写真と違うね。おぉ。よーし、よしよしよし。そっか。チェックポイントじゃなかったのか。で、一回ここで待つと。で、貝が来たら、こうやって。貝倒して。え、これ無事じゃん。おぉ。っていうね。え、でもこれ。あ、タラゴクもある。いやー、怖いよ、あそこ。無理無理。ちっちゃい。もうここはね、死ぬほどやったからね。もう死んで覚えてる。あ、覚えてる、これの気持ち悪いの。懐かしい。気持ち悪いの、この、何なのこれ。なんで動くの、ね、どういう原理で動いてる。爆発するし。あ、これ懐かしいの。これが魔界村だよ。あれすげえ絶望的だった、俺、最初見た。もうなんか初見プレイで勝手に形変わってつまんなくて、なんか申し訳ないぐらい。ここら辺、あそこ越えちゃえばもうサクサクなんですよ、僕。おい、で、これ多分また形変わってさ、ゴボボってくるから、ゴボボってくるから、タイミングだよな。おお、狭いな。そうなんだよ。頭ぶつけるからさ、場所に。うん、ここにいて、こうやって、おお、おお、やっぱ難しいな、このゲーム。結構きつい。結構難しい、ね、際どいところ来るよね。あ、これボス？ボスですわ。鳥みたいなやつ。鳥だよね。うわー、懐かしい。うわー、こいつ、うわー、懐かしい。うわー、懐かしいな。首伸ばしてくるっけ。あ、首伸ばしてきたっけ。あ、ほら、首伸ばしてきた鳥。もう倒せんじゃねえかな、怖くて。おう、あれ、あ、首、あ、おお、よかった。はい、すごい。ということで、一面クリアです。一面クリアです。ああ、思ったよりいきましたね。ここまで15分ぐらい。あ、いいの俺やって。いいよ。まあ、俺多分すぐ死ぬから、また懐かしい、懐かしいながら死んでるから。でも二面なんだっけ。懐かしい。あ、船か、懐かしい。これ船もまた難しいんだよな。これ難しいんだよね。沈むんだよな。お化けがね、すげえスピードでお化けいっぱい出てくるから、くるくるしてさ、くるくるくる、もうすごい出る。あ、カマ。
必死で構えよう。あっ来ないで頼む。あー困った。なんで避けたらな、避けたらなっちゃった。ケツ硬直ってあって、ちゃんと上まで行かないと、あの起き上がりモーションで止まっちゃうから怖いよ。あやあ、もうそのままよくある感じになっちゃった。じゃあ私に戻って、いやちょっと見せてくださいよ。一面の方がやっぱやり込んでるからね、うん、まあそうだよね。やっぱ魔界村難しいな。難しいね。しかも一番難しいモードになってるから何が違うの？あの敵の脇数がね、半端ない。脇数の違いか。それくらいかな。うん、それ結構きついよね。このさ、避けるの難しいじゃん。そうなんだ。空中で方向変えられないし、お尻がプリッてなのね。すごい覚えてる、お尻プリッてなの。振り向きもね、結構大変だ。ほら、もう油断するとすぐ折れない。よしよしよし。ここも初見殺しの一つなんで、あ、もうタイミング覚えしなきゃいけない。タイミング覚えてないけど、あ、いいか、まあいいか、まあ、あれはね、偽物なんだ。本当だ、こっち見た。プリッて。これを、あ、どうする、あれの音。違う。え、積んでね。いや、下降りれるでしょ。いいのか。あ、もう無理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 。よし、何平然と飛んできてんのタイミングとか考えてっていうね。おお、これで落ちるんだっけ。落ちるんだけど、で、川に。あー覚えてる覚えてる。渦潮ね、これね。渦潮、このね、渡るときはね、ちょっと難しいんだよねこれでも死ぬほど死んだよね。死ぬほど死んだ。死ぬほど死んで。このさ、岩もさ、当たったら死ぬっけ。いや、岩は当たっても死なないけど、ね、その途切れつんのがね、もう難しくてしょうがない。なんか倒した画面外でなんか倒した音がした。ほんとね、視界に入る前に倒さないと、もはや。うわあ、余計なもん取った。いいのか、便利だ。この高低差ある。あー、あのイソギンチャク、イソギンチャクがこの飛ばしてくんのが、飛ばしてくんのが、あー危ない。星、星飛ばしてくる。星がね、あー、あー、あー危ない。あー、もうやばい、あいつ早く処理したい。あー、あー危ない行っちゃい、行っちゃい。あー、あー、あー、死ぬー。あー、よかった、イソギンチャクほっとくとね、振り返るからね、こちらは。あ、そうなんだ、そんなアクティブなんだ。これよう勝手にイカダ動いてくれるな。そうなんだよ、そこが頭いい、このゲームの良心だよね。良心って言っていいのか分かんないけど。いや、うまいわ俺ね。うまいですか。うわとか言ってる間にどっからだろう、イカダからだよ、ね、イカダからだと思う。イカダの念の飛び移りが難しいんですよ、ね、もう3期だ、3期。でもこれ、このゲームで飛ぶの俺ダメだ、分かんない本当ね、結構これ慣れてないと難しいよね。多分飛び移りができるかっていう。うい。怖いよね。おおおおい。おい、今ここに助け、この端っこの画面に助けられたわ。勝手に画面端で止まってくれたから。飛び移りないか。斧もな。斧威力高いんだけど。じゃあ、このにしてみる。お、軌道が、これ使えるじゃん。軌道が広くて、でも1個しか出なかった気がするんだよ。諦めた。あ、まあいいでしょう。間に合わなかった。そういうんじゃなくて、あ、危ねえ。軌道難しいな、やっぱこれ。おーい、悟空や、悟空、何してるんじゃない。お、進んだ俺。なんかいい音が、あ、多分一気アップしたんだ、ポイントとかでね。よし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 
必死。怖い怖い怖い。もうやだ。やめちゃう。もうやだ。うわぁ。急ぎんちゃぐ、ほらこっち向いた。あ、覚えてる、あのさ、これ。やば、なんか強そうに見えてすぐに死んじゃう、うん、待ち構えてるやつ。え、これ息子だ。え、これどう、そうやってジャンプして、おぉ、おいし、またこいつも急ぎんちゃぐはいいや、いいの、こっち向くよ。よしいいよ、よしこれでもうボスかな。あ、鎧であれ、鎧であれ、軌道が、クソ軌道だね。あっ、おお、よかった、生きてる、危ねえ。あれは別に食らってもね、ダメージはないんだけど、ジャンプするときに隙が出る、赤ちゃんになる、赤ちゃんになる、赤ちゃんか女の子になる、女の子になっちゃう。軌道が怖いな。全然まだボスじゃない。でも結構表に進んでて嬉しい、ね、だいぶ進んだね。奇跡、危ない、奇跡の奇跡が重なってる。でボスか、ボスなんだったっけな、イカとかじゃない、ドラゴンみたいなじゃない、もうね、こう、俺知らないもん。知らない。ここまで行ったこと、一面のボス倒したところで終わった。なんだっけ、あ、タコだ、サザエさんだ。あ、なんだったっけ、あ、覚えてる、普通に攻撃してればいいのかな、本当に覚えてない。うおびっくりした、よくよけた。早いよ、これ無理じゃない、いやでも食らってるから、どうすんのこれ、これどうすんの、いやそこまで来ないんだよ。あ、こいつそんな強くねえよ。いやもう強いよ、早いもん。大きい声出しちゃった、大きい声出しちゃった。どこまで、どっから、ここから、イカダ最初から、イカダ最初から、イカダ最初からだ。ブッキーから怖い。ブッキーが嫌だ。いやでもこれね、うん、ありがたい。やっぱでも広いからさ、あーそうだね、そう適当に投げたら、そう結構波がさ安定しないから、そういう意味ではね、あーそうだね、やりやすい気もしなくない。お、ボスじゃない、ボスだね。いや早いよ、いやいや早いよあれ。ミサイル、ミサイル、貝、魚介類、いやこれタコなの、なんだろうね。なんかフジツボっぽい穴開いてるけど、気持ち悪いだけど使わないんだよ。ほら早いんだよ、避けらんないんだよこれ。いやクリアできるこれ。俺らクリアできる、投げてれば勝てる。ゲームオーバーだったらどうなんだっけ、見えねえな。やばい。でも今回鎧あるから安心感が違う。当たってる、分かんない。やめた方がいい。ダメだ。でも分かんない、見えてても、見えてても見えないんだよ、だって早すぎる、出るモーションないからさ、急に出てくるからさ、やばいよ、こんな難しいの、若い村で、あ、なんで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 、渦巻きに巻き込まれるとやる。なんですけど、じゃあ溜めてこう、溜めてこう、いやちょっとこいつは当ててこう、怖いよね、仮面に入ってないと。おーいいね。何もないから、でもいいね、当たるね、やっぱね、いいよこれ、すごい作れる、効いてる感ある。あべ、ミスだ、おぉ。なんで、何かが、いけ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 、あ
いたーやったー嬉しい嬉しい喜びのやったぜ。いやーよかったやっぱね探検なんだよ結局のところ探検なんだよ。